せーの、ポンコツ騎士団ニャン、女優衣です。はい、お久しぶりの、リビングでの撮影でございます。フラット、ファミリーマートさんに行ったら、お勤め品のコーナーがありました。で、そのお勤め品のコーナーをちょっと物色してたんですよ。そしたら団長、初めて見る食べ物を見ました。こちらです。マッシュルームスナックトリュフ味です。原材料がですね、マッシュルーム加工品って書いてあって、まあ、マッシュルームなんですわな、これ見てる限りだと、まるまる。マッシュルームがトリュフ味という、なんか、わけのわからないものが売ってました。レタス2個分の食物繊維が入ってるという、なんだかちょっと良さそうなやつでした。真空フライ製法でサクッと軽い食感に仕上げました。ということで、早速食べましょう。開けまーす。これがトリュフの匂いなのかな、わかんないけど、はい、めっちゃキノコ、結構軽いです。で、この結構パウダーがついてて、これがトリュフのなんか味というか香りっぽいのかなと思うので、食べてみましょう。だってめっちゃキノコだよ。いただきます。よく噛んでるとマッシュルームの味がすごく出てきます。断面これ、めちゃめちゃキノコ。ごちそうさまでした。あのですね、近年稀に見るタイプの断腸的やべえ食い物でした。血の中の水分奪われるわ、よくわからねえ味はするわ、なんだてめえらみたいなキノコヘッドしやがってっていう。食物繊維は取れるからいいかな。じゃあまたねー。